はい、皆さんこんばんは。11月の27日月曜日ですね。第683回のしゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代ですがね、まあやっぱりちょっと寒くなりましたですね。で、昨日なんですけどもね、高まりがありまして、はい、松代城二の丸で行いました。やっぱり、県立大とですね、NPO 夢空間で、ちょっと応援したりして約500名って言ってましたかね。そんな人数で一応見学さ、していただいて、ちょっとにぎわいができましたかねという形になります。そんな松代でございました。今日のですね、ゲストをご紹介しますけども、 NPO 法人夢空間、松代の松を心を育てる会のですね、理事でもありますけれどプロジェクトリーダーであります、青木めぐみさんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。松代の文化で町と人を未来につなぐプロジェクトが完成したという形で、お話をしていただくんですけども、よろしくお願いしますね。さてさて、それではですね、ちょっと映像あれですね、見られてますけど、はい、いいですかね、ちょっと待ってくださいね。もうしばらくお待ちくださいね。今回もいろいろとこういう復活勝どき太鼓だとか、あとは松代中学校70周年記念っていうので、はい、オリジナル、ね、ソングを発表するとかっていうのがありました。あとは悟空さんも来たりとか、いろいろとあれですね、策を練ってっていうか、そうですよね。子どもたちの勝どき太鼓だけだとちょっとボリュームが寂しいかなっていう思いと、まあ、いろんな世代の人に来ていただくように、今までみなかみ山でお世話になっていた悟空さんのことで、まあ、お子さん出てらっしゃる出てらっしゃらない関係なく、聞いて、お客様集まっていただけるかなということで、結局真っ白の文化で町と人を未来につなぐプロジェクトという形ですね。まあ、こんな形で松代城本丸の中でやるって、今回あれですね、まあ外二の丸でやるっていうより今回本丸でっていうのがちょっとまた味が違うかなってやるんですけど、そうですね。それはどういうあれでした？やっぱり本丸の中の方が空間を作りやすかった、二の丸が広すぎて、そっかちょっとイベント会場としたら、からみたいな状態で、私の財力だとあそこを改良化するの難しかったので、本丸の中の太鼓門裏から見て見せてもらうとすごく立派な映像になる、門構えになるので、そのステージの裏に配した方がステージ映えするかなと思って。なるほどね、はい、了解です。はい、今回はこれ主催が夢空間ですけれども、支援がですね、信州アーツカウンシル、これ見ると一般社団法人長野県文化振興事業団、あと文化庁も一応絡んでいて、
という形になりますね。はい、うん、まあこれでもこれ冊子がなんかちょっとできてるのでね、これも見させてもらいましたけど、結構あの皆さんいろいろ、でもこういう青木さんたちも、どうなんですかね、文化系芸術っていうのかな、うん、そういうのに関係して参加してるっていうことになるんですかね。そうですね、まあ、補助金もらうにしてもね。そうで、私自身はそういう、 こう芸術活動を生み出す人ではないんですけど、うん、水上神社でイベントをいつもやらせていただいた中で、いろんな方たちとつながってきたので、松代のその芸術っていうか文化を新しい形というか、いろんな別の、あの、なんていうんですかね、先進的な表現をされる方だったりとか、まあ、地元の若いアーティストの人たちでの切り口で表現してもらったらどうかなっていう、うん、考えた。はい。なるほどね。まあ、これ見ると、あの信州使わんしっていうのは文化芸術活動の2年手を支援してます。まあ、今回太鼓なんかもそうですよね、復活するよって言って青木さん一生懸命やったんだけど、まあ、そういったあれもあれですね、いろいろ、多彩なあの連携しながらやってもらえればいいねっていう、そういったあれですね、組織なんていうんだよね、はい、まあ、これもそうですけども、こういったいろいろな、ね、取り組みみたいなちゃんとできてますので、まあ、あの普通の人ってあんまり知らないから、青木さんたちみたいにその芸術やってる人たちは結構馴染みのあれがあるんですけど、私らあんまり聞かなかったね。そうですね、うん、私もたまたま見かけまして、うん、まあ、の今回 の, こうあの企画乗れるかなっていうところで、うん、すごく担当の方に親身になって、うん、相談乗っていただいて、ああ、そうなんですね、はい、お願いしました。なるほどね、わかりました。今回のこれもそうですけど、未来プロジェクトっていうので、これでね、勝崎大学の参加者を結構募集して、何が集まったんですか？最初は、うん、大人も子どもも、あのすごく反応良くて、20〜30人集まっていただいたんですけど、うん、実質、実質、はい、あのやっぱりこう、うん、涙あり、笑いありの中で、うん、最終的には10人、それでも確認できた、はい、過去とかは残って寝たことも、うん、何歳ぐらいって、まあ後で映像流れますけど、そう、年中さん、年長さんぐらいから、うん、小学校3年生、一番上の子が小学校5年生の子が来ていた、はい、でもよかったね。で、練習はどこでやるんですか？松代小学校の体育館でやらせていただきました、うん、で太鼓屋なんかはどうされてる？太鼓は、うん、真田勝どき太鼓の、あ、はいはい、子供、昔その復活する前にずっとやってたものが、うんうんうん、まあ、小学校の体育館にずっと収納されてて、それをそのまま利用しました。なるほど、なるほど、よかった、はい、こういう形でね。で、今度は、あ、これ、萱野さんか、萱野先生、はい、はい、ご教授いただいて、はい、あの子供たちに、これがやっぱりね、真田勝どき太鼓のこういう格好で、そうですね、大人の本物の本物のあれなんで、はい、あちこち海外も行ってるんだもんね。そうですよね、うん、だけどだんだんと人数が減ってきちゃってって、それでお休みしてたのどのぐらい？2年かさ。あ、そうなんですね。あのコロナになったりなんかして、ね、はいはい、それもあってだんだんとちょっと人数少なくなってきちゃった。国会長の時も多分コロナ、あ、そうそうそう、いろいろとね、はい、うん、あのやってたんですけどね、オリンピックの時も多分ね、やってたです、はい、もうその時は全盛期かな、ものすごく、はい、オリンピック会場でやったりとか、これは練習風景だね。そうですね、うん、あの貝沼先生とそのお弟子さんの、はい、お弟子さんね、お弟子さんと指示していただきながらやってるところです、うん、なるほどね。まあこういう感じ、こうやって並ぶとちょっとかっこいいね。そう、あのやっとこれで少し衣装も、うん、うん、あの過去使ってたものを引っ張り出してきて、みんなで試着してみたりとか。なるほど、はい、はい、まあ、これでもってちょっと映像を流しますけれどもね、ちょっと映像を見ていただければありがたいなというふうに思いますけどね、はい、ちょっと時間かかっちゃうけどね、流れますんでちょっと見ていただければ、はい、映像流れます。これが一応本番ですね。これで練習
習して何ヶ月？6、7、8、9、10、5ヶ月。5ヶ月ね。練習も毎週1回？最初は隔週だったんですけど、普通夏休み明けぐらいから毎週に行って、なんとかやっと1曲仕上げることができて、に最新の1曲を披露させていただく。映像アップになってくるからちょっと説明してもらうね。待て、なんての？ちゃんと揃いの箱に行ってから練習するとかっこいいね。そうなんだね、ちょうど基本的にも良かったね。たまたま高い日に当たって、これ一番右側の子が一番小さい子、そうでもない。そうですね、あの後ろの男の子たちが、うん、あ、そうなんだ、はい、うん、そうでもね、でもみんな先輩っていうか年上の人の見ながらこうやって練習したりとかってやってるんだろうけどね。しかし堂々とやってるわね、はい、すごいと思う。はい、ここで続いてですね、今これやりましたから続いて、今度は真っ白中学校の生徒が作ったオリジナルソングっていう形で、これもね、ちょっとあれですね。はい、信也さん。はい、ね、あの言わずと知れた松代では有名で、松代で超有名で、レンコンソングだとか、はい、野菜屋さん、野菜屋ソング歌ってる人で、そうですね、はい、松代の伝統野菜を一生懸命歌に乗せて、うん、即興されてらっしゃる方 で、 そ、 で、それを見込まれて、うん、中学校の方から自ら、うん、まず中学生と一緒に曲を作ってほしいっていう依頼がありまして、ああそうなんだ、で私の方とも一緒に、うん、あの今回のアーツカウンシルの授業を使って、うん、女性を使ってどうかなって話があったものですから、うんね、ダブルマターっていう形で今回指導していただきました、うんうん、なるほどね、はい、はい、これはご主人ですけど、うん、そうですね、うん、一応のプロのミュージシャンでスピノビルという名前で活動してるんですが、うんうんうん、まあ、信也君を主体に、はい、松代出身の信也君主体ではお願いするんですが、うん、サポート役として、うん、あの主人にもちょっと依頼しましたところ、はい、あの一生懸命やってくれるってことだったので、そうか、はい、一緒に関わっていただきました。よかったね、はい、はい、これがあの中学校で、ね、はい、ワークショップですね、うん、で村松先生という中学校の先生なんですが、はいはい、ご趣味で音楽もやられてらっしゃるということで、多大なサポートをしていただきながら、うん、あのこのプロジェクトの担当先生で、そうですか、はい、いらっしゃいます。なるほど、でもすごいね、このね、やっぱ趣味持ってるんだね、そう、しかもギターもね、そう、しかも松代出身の先生なので、な、はい、すごく愛を込めて、ああそうか、じゃあ松代中学校出身だな、うん、はい、なるほどね、ボビーさんですね、ああそうですか、はい、これなんかむ紡ぐ、はい、紡ぐってあのなん、うん、糸紡ぐとかなんかそういうイメージかな。そうですね、製紙工場があったり、ああそうですね、はい、あります、あります、特徴だったりとか、うんうん、あの信也君に聞いたところ、うん、子供たちから出てきたワードっていうのがすごく歴史だったりとか、そういったものが多かったと、はいはい、今までの松代のそういったものを子供たちはすごく意識しながら、はい、うん、言葉を出してきているので、まあ、そういった文化を紡いでいっているような、うん、思いを込めてっていう、あ、そう、はい、なるほど、ね、まあそうですか、まあでもいいね、そういうのも知ってもらうっていうのもね、はい、うん、いいと思います、はい、あ、これ逆いっちゃう、はい、これがね、出来上がった、うん、そうですね、これがね、これみんな書いてる、はい、あの
歌詞を手書きで書いてもらって、うんうん、で、図らずもちょっと今回のイベントに書いてもらったわけではなかったんですが、うん、今回のイベントで、うん、この歌詞を、ね、はい、子どもたちに持ってもらって、うん、やってもらったね。ワークショップ自体は3年生がやっていただいてるんですけれども、うん、発表したのは2年と1年生なので、うん、はい、全校みんなこう平らに呼ばれたっていうことで、それよかったね、はい、うん、でもこれ見るとね、つららなる大和ってあるじゃないですか、はい、これが校歌の中でね、峰っていうのね、つるななる峰とってね、そういうね、歌のあれが、あ、これちょっと入ってるねって、めぐみさんから聞いたからさ、あ、そうだねっていうの思いがあった。三田さんも OB。あ、そう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 。そんなあれがあったからね、ちょっと、あ、中に入ってるねっていう。これなんかもちょっと、これ何なのかね。ギターコードらしいんですけど。ギターコードか。私もちょっと詳しくなくてわからないんですが。なるほどね。まあこれがちょっとね、目に入ったので。はい、じゃあこれもね、ちょっと映像をちょっと流しますので、はい、ちょっと見てくださいね。はい、流れます。小さい子供から大人までっていうのをみんなやってるからね、うん、あ、これが一応本番のようになりますけど ね、二の丸の、あ、一応本丸で、はい、これ一番いたのがこの方が一応あれですね、あ、代表の方になるのかな、はい、方が香織さん、はい、代表の方になります、はい、まあ、こんなお獅子も持ってきて、ね、一緒にやってるのでやって、はい、香織さんが、めぐみさん、めぐみさんが一生懸命今回仕切りました。そうですね、一つさせていただいて、うん、まあ大変だったけどね。じゃあこれさ、映像をちょっと見ていただいて、
きます。視点でですね、うん、何かこう事業化していきたいなと思っています、うん、なるほどね、まあ、そういう希望があってるということだね。そうですね、うん、佐久間象山とか砂田節だったりとか潜、はいはい、水路だったり、いろんなネタが、うん、まあ、いろんなネタとそうだ、おっしゃるとおり何でもあるから好きなようにやってくださいって感じかな。そうだ、皆さん、ね、ご協力いただきながら、うん、そうだね、と子供もおじいちゃん、子供からおじいちゃんもね、うん、一緒に協力して作り上げれればいいなって、うん、そうだね、まあ、大変だと思いますけど、はい、まあ、ちょっと頑張っていただいてね。まあでも協力する方って結構いらっしゃるんで、うんうん、あなたの周りには、うん、そういった面では多分いいかなというふうに思います、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。頑張ってください。よろしくお願いします。はい、すいません、先ほどはねちょっと、映像はですね、乱れてしまいましたけども、はい、なんとか、放送することができました。ありがとうございます。今日ですねお知らせなんですが、駄菓子屋ラソっていうあれですね、開店します。
懐かしい駄菓子屋さんもあって食べてみたくなる駄菓子なんていうのもね、やります。これがね12月1日11時オープンになります。で場所があるんですが、法理神社、あのあれですね、そちらのね神社入り口になるんかね、あのところで、途中に昔のですね団子屋さんですとかね、夏はかき氷やったりとか、あとドリコの焼きもやったりなんかしてたような、そこのお店をね借りてですね駄菓子屋さんをやるっていうんですね。まあそんな中村さんが一応オーナーになってやる予定でいます。まあまあこれからですね12月1日、実際にあのやるのがね木金土の11時から6時まで、夕方18時までやる予定でいます。ぜひまたねお子さん連れでも大人もね多分いいと思います。昔の駄菓子屋さん真っ白に3軒ぐらいあったんですけどね、 3,4 軒あったんです。だんだんなくなってしまいました。今度は復活するかなっていうんで、ちょっと私も楽しみにいるんですけどね。はい、そんなことで、やりたいと思います。一応ねお知らせはその後で、はい、その後ですね来週ですけども、この駄菓子屋さんがね開店するっていうので、前回ね春にね一応こういうことやりたいねなんていうお話をしたんだけど現実になりましたので、駄菓子屋さん、ラソがオープンという形でね、駄菓子屋さんのあれですね、ラソの代表であります中村美恵子さんにおいでいただいて、今までの経過ですね、それとこれからの、どういうふうにやっていこうかっていうその希望的な観測ね、そういうお話をちょっと聞いて、やりたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。来週は、駄菓子屋ラソですね、そのお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。松代、あなたの街、それそれそれくらい松代、また見てね。